三ロ寺石関石公園入り口三ロ寺石関一、ミロ寺跡は岐阜県関市池尻にある廃寺跡である。三ロ寺灌外石群の一つとして国の史跡に指定されている。美ノ地方の豪族未決市の宇治寺と推定される古代寺院市である。1953年以降、石田重桜による発掘調査が行われ、近藤を西、 を東に廃する法規寺式柄配置の寺院であったことが確認された。近藤、塔のほか坑道、難問、掘立柱らべ、掘立柱建物、縦穴住居などの跡が検出されている。出土瓦の年代から7世紀後半の創建と推定される。未六寺はその後廃寺となっていたが、近世に円空仏の作者として知られる円空が再興した。 元の国2年に、恩城寺の末寺となったことが記録に見える。円君は、元の国8年にこの地で没した。1959年に、弥勒寺石府、丸山雇用跡の名称で、国の史跡に指定された。1980年に保存管理計画が策定され、弥勒寺石史跡公園として整備されている。この一帯には、弥勒寺灌外石、 ミロクテラ西遺跡があり、ミロク灌カン石群として、発掘調査が継続されている。2007年には、周辺の遺跡が、史跡に追加指定され、指定名称がミロク灌カン石群と改められた。近藤跡、ありがとうございます。